丈夫。心配しないで。さあ、こっちよ。そこを離れるんだ。その子たちに手は出させない。あなたたち、受けて立つ。来い。よし、思いっきり戦うぞ。
こいつ。ダメ。この子たちをこれ以上傷つけさせるわけにはいかない。あそこにさえたどり着ければ。抑えられない。吸い込まれ。お前がいなくなったら、俺は。あなたはどうか無事に帰って。教育史跡ってどの辺でしたっけ？ちょっと待ってね。この詳しい地図。おはよう。もうびっくりさせないでよ、ミノル君。ごめんごめん。朝から元気だな。ミュウ、そろそろ起きろよ。おいミュウ。飯が冷めるだろう。あいつまた一人で。ビー。雪？じゃあ取るよ。おい、邪魔だろ。ごめんなさい。チッ。わあ、態度悪。そんなんじゃ女子に嫌われるよ。うっせえな。続いてニュースです。今朝5時ごろ、鹿部市で震度3の地震がありました。これ、ここじゃない？落石事故が起きており、警察や消防では地域に警戒を促しています。ここは一体。群発する地震により。
ようたくん、今日は史跡巡りだっけ？あんま面白くなさそうだよな。ミノル、まあそう言うなよ。僕も同感だけど。こら、二人とも、そんなこと言ってはダメよ。遊びに来たんじゃないって言われたでしょ。はーい、葵さんごめんなさーい。もう、またそうやってふざけて。葵さん、今日ってどういうコースになるんだっけ？まず桜並木だよね。今日はそれと、ここ、それにここもかしら。ミノル君はキャンプの趣旨、ちゃんとわかってます？ああ、この土地に伝わる伝承とか、土着信仰とか、なんか独自なものがあって面白いんだってね。まあ、俺にはそこまで面白くはないけどな。いいんですよ。野山で伸び伸び羽を伸ばせればさ。もう、たくまくんだけが頼りよ。みのるくんの舵を取ってくださいね。いや、僕もみのるの保護者ってわけじゃないし。ああ、お、どうしたんだ？ほら、まただよ。また落石事故のニュース。このところ連日よね。大丈夫かしら？大きな地震の前触れだと怖いわね。いや、それもだけどさ、ちゃんと見てよ。これ今日見学に行くところの近所だよ。あら、本当だわ。今日の予定は大丈夫なのかしら？はーい、皆さん落ち着いて。大丈夫です。大丈夫ですから。何か問題がある際には、先生からちゃんと指示がありますから、落ち着いてください。安全確保に関しては、先生方や保護者の皆さんで本日の目的地の史跡へ。さあ、向かいましょう。ああ、まだやってるよ。二つも年上の高校生に失礼なこと言わないの？はーい、葵さん。ミノルくんは、私が上級生ってことも忘れてはいないかしら。葵さんも、俺が下級生ってこと忘れてない？もっとさ、こう、こらーってさ、
上級生活吹かせて叱ったりしてみようぜ。そんなの私にできるわけがないでしょ。さ、そうだな、行こうぜタクマ。いやー、春って感じだよね。本当ね、自然が豊かな場所。綺麗な景色だけど、ずっと見てるわけにもいかないよな。ちょっとくらい。あんなとこにサキとリョウがいるぜ。先に史跡へ向かっていたのね。満開の桜を前にして舌打ちって、まったく、こんなにもうららかな校外学習日和だってのにさ。